質問なのですが、長野県の猟銃立てこもり事件についての意見を聞きたいです。来ましたね。ね、気の毒ですよね。気の毒ですね。あんまり深く私実は調べてないんですよね。ニュースでちょっと見たぐらいなんですけど、拳銃持ってなかったんでしたっけ？なんかね、休校しちゃって何も持ってずにとは言ってましたね。まあ急がなくちゃいけないっていう気持ちがあってそうだったんかもしれないんですけど、まあ、もし仮に本当にそうだったとしたら、銃持ってなかったんだとしたら持っていくべきだったかなっていうのは思いますね。少なくともその時はね、110番の時はナイフだったのかもしれないんですけど、まあ猟銃持ったんですよね。110番でナイフ持ってた時点で、それすごい脅威なんですよね。最悪の場合銃を使わなければいけないっていうふうに私らだったら考えますね。刃物持ったのが暴れてました。で、銃持てる立場だったら必ず持っていったなっていうのが、まあ感想ですよね。そしたらもしかしたら運命が変わったかもしれない。わからないんですけど、クライムゾーンに入っていくときにどう入っていったかっていうのが気になるんですよね。そうね、そこだよね。バーンでつけちゃったんだよね。あ、そうなんですか。つけて、パッと見たらいいかみたいな。あ、向こうかは気づいてた状態だよね。そうだね。まあまあ、ね、このやり方変えてたらもしかしたらね、たらればになっちゃうから難しいんだけど、本当に。まあ、お気の毒だったというところですね。はい。はい、これね、うちの豆です。ほら。豆ね。はい。よろしくお願いします。はい。で、向こうに行こうか。はい。